スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はサンシーロです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはセリエ A の一戦、インテルがウディネーゼと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。インテルの今日の調子はどうでしょう。チームは開幕2試合で勝ち点4を得て順調なスタートを切りました。さすが昨シーズンのチャンピオン、安定していますね。こちらがインテルの先発メンバーです。一般的な352ですね。現代ではセンターバックからのビルドアップが重要です。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。同じく一般的な352です。さあキックオフ、インテルがボールを動かします。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。インテルのフリーキックからのリスタートになります。主審はよく見ていました。ここで試合を止めてイエローカードを提示します。プレイを流していましたが、今のは仕方ない判定でしょう。よく見ていました。中央へのクロスボールだ。クリアして危機を出しました。ロドリコ・デパウル、ボールがこぼれた。ボールを運んでいます。ボールをダッシュ、寄せが早い。相手ボールになります。絶妙なパス、バチュアイ。このタックルは激しい。これは危険ですね。ビクター・モーゼス、ここから狙うのか。体を当てて取る、奪った。ボールは相手に渡ります。さあインテル、ここから危険な形を作れますか。インテルはサイドに持ち出すでしょうか。ディフェンスが甘かったですね。クロスを出せるか。中に入ってくる、決まった。インテルのゴールです。最後はかなり近いところから押し込みました。あそこまでボールを持ち込まれたらどうしようもありません。別の角度からご覧ください。インテルのリードでキックオフです。リボック・オリジ、
インテルがボールを失いました。ニヒーバチャ、走り込んだ味方にスルーパス、ロドリゴ、ゴールが決まった。このゴールでインテルのリードは2点に広がりました。乗っています。試合の流れそのままといったゴールでした。別のアングルからご覧ください。この追加点は監督も嬉しいでしょうね。選手に何か声をかけていますよ。リボックオリジン、これは見事に奪いました。インテルのスローイン、マルセロ・ブロゾビッチ、うまく読んだインターセプト。ここまでのポジション率を見ればインテルがボールを支配していることが分かります。選手同士の連携がよく取れていますね。この状態が続くならさらに得点するのも時間の問題じゃないでしょうか。インテルパスをつなげない。ボールを持って上がります。ここはキーパーが素早い前進、ボールを拾っています。マルセロ・ブロゾビッチ、チャンスにできるか。レフェリーはインテルに今のプレーにはカードが出されるでしょうか。イエローが出ました。少し抗議していますね。カウンターアタックに入るか。リボックオリジン、相手ボールになりました。バチュアイ、ナイスシュート、ゴール決まった。至近距離から決めてきました。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。違うアングルから見てみましょう。追加点を挙げたことで監督も嬉しそうです。作戦がぴったりはまったようですね。ワンサイドゲームとなってしまいました。インテルのスローインです。ロドリゴ、マルセロ・ブロゾビッチ、このパスは読んでいました。ロドリゴ、ここはよくスペースが見えていました。チャンスにはつながらなかったようです。パスをカット、いい読みでした。何をしてくるのか、しっかりとブロック、止めません。プレーは続いています。ウディネーゼそのまま行きます。これはサイドを上がれそうです。絶妙なロブパスです。オフサイドの判定です。ブロックに当たる。ミラン・シュクリニアル、インテルがボールを失いました。
ここはクリアしました。ここはクリアされました。レフリーの笛が鳴って前半終了。後半が始まりました。このままワンサイドゲームとなるのでしょうか。ジェフ・ヘンドリック、ボールは相手に渡ります。インテルのフリーキックからのリスタートになります。ミラン・シュクリニアル、流した。インテルがプレーを続ける。リボック・オリジ、ジェフ・ヘンドリック、スペースへのボール、ここからどうするのか。このシュートは外れます。ボールは相手に渡りました。試合前にニュースがありましたが、マンチェスター・シティが選手を獲得しました。ゴールチャンス。ハンダロビッチのセーブ、まだインプレーです。さあカウンターを仕掛けるか。カウンターは阻止されました。相手にボールが渡ります。ミラン・シュクリニアル、アレハンドロ・サンチェス。レフェリーはインテルにアドバンテージを見ています。いいところを見ていました。ロドリコ・デパウル、走り込んだ味方にスルーパス。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ステファン・デフライ、インテルがフリーキックを獲得しました。バチュアイ、スルーパスが味方に通る。決定的に見えた場面はオフサイド。相手ボールになります。バチュアイ、弧を描いて裏を狙います。体を当てて取る。奪った。スペースに見事なスルーパス。ボールを前に運んでいます。素晴らしいパス、決まりました。ゴールです。点差が縮まります。この距離では外さないでしょうね。キーパーはなすすべのない局面でした。ああなる前に何とかしておきたかったですね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ロドリゴ、これは見事なインターセプト。スローインはウディネーゼ、またもボールを失いました。ここはよくスペースが見えていました。反撃が始まるか。決まった。次々と得点しています。この勢いのまま同点に追いつけるでしょうか。
ビクター・モーゼス、ロドリゴ。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。イエローカードが出されます。イエローですか。チャンスにできるか。これはカウンターのチャンスです。ジェフ・ヘンドリック、いい位置です。スルーパスが合いません。キーパーが難なく処理しました。何をしてくるのか。アレクシス・サンチェス、見事なスルーパス。ロドリゴ、ここはシュートチャンス。ゴールです。ゴール、ゴール。おっと、これでインテルが2点のリード。至近距離からのフィニッシュで得点を挙げました。あそこに入られた時点でキーパーはどうしようもありませんね。別のアングルからご覧ください。この追加点は監督も嬉しいでしょうね。選手に何か声をかけていますよ。岡か。パスが通った。ゴール。まだ諦めていません。これで1点差ですね。終盤ですが同点も見えてきましたよ。ホームチームがこのまま行くと思われましたが、ここで1点返されます。スタンドもどよめいていますね。流れが変わるかもしれません。さあ、交代の選手がピッチに入ります。両チーム合わせて大量のゴールが生まれています。自分の声すら聞こえない大声援、観客もこのプレーが試合の行方を左右することを感じ取っているようですね。そうですね。入れば決定的。タックルでピンチをしのぎました。うまく読んでいましたね。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。さあ、インテル、ここから危険な形を作れますか。とどめの一撃か。 PK です。主審がまっすぐペナルティースポットを指差しました。これは痛いですね。ファールで止めるしか選択肢はなかった感じでしょうか。PK が与えられたものの、選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくない場面です。 PK を決めました。落ち着いたいいキックでしたね。PK はキーパーをよく観察するほど失敗するというデータもあります。結局キッカーがプレッシャーに勝てるかどうかが全てなんですが、ここは問題なく決めました。この試合の最終スコアはいくつになるのでしょうか。全く想像がつきません。ロドリゴ、これはチャンスだ。ホイッスルが吹かれて試合終了となります。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ハットトリックは最高でしたね。勝利に大きく貢献しました。